チャラリンポクッキング、はい、チャラリンコ、はい、トッシー太鼓です。今回はね、小松菜を使った中華風の漬物を紹介します。はい、美味しいですよ。はい、じゃまずね、小松菜なんだけど、1袋、はい、1袋でこれ何束入ってんだ、2、3、4、5、6、7、8束、ね、だいたいこれぐらいとか8個入ってますよみたいな感じでね、この硬い軸の方だけちょっと切ります。はい、でね、まあいつもね、小松菜処理するとき、ここのね、ちょっと筋をこう葉っぱに向けてスーッとね、取ったりしてるんですけど、まあ、今回はね、漬物なんでやんなくていいかな。まあ、気になる人はね、ちょっと大きいね、茎の大きいやつをちょこっとね、筋を軽く取ってやると歯触りがすごくね、良くなります。こういう筋をね、スッと取ってやります。歯に向けてスッと引いてやる、まあ、こういう処理をするとね、食感っていうかね、歯触りがすごく良くなるんですよ。で、小松菜嫌いな人もね、こういう筋が残るから嫌だっていう人も結構いると思うんで、まあできれば取った方がいいのかな。うん、まあ、こんな感じでね、まあ今回はね、ある程度取ればいいです。で、気になる人はね、全部取っちゃってください。はい、そしたらこれをね、ジャブジャブ洗います。で、小松菜もね、やっぱこの軸の方にね、土とかがついてることが多いんで、ここをね、よくしっかり洗ってやります。よくね、2回ぐらい洗ってください。はい、じゃあね、水洗いした小松菜の方にね、お塩、かけてやります。小さじ2ぐらいでいいや。小さじ2ぐらいね、塩とヒャ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 っとかけてやって、こう、こすって、少しね、こう、塩をね、すり込むっていう感じかな。ね、塩をちょっとすり込んでやります。うん、ちょっと軸の方中心的に。で、葉っぱの方はね、ちょっと塩が、こう混ざるぐらいでいいです。はい。ちょっと、この軸の方に、お塩をすり込むっていう感じですね。こんな感じです。こんな感じで。はい。したらね、これ15分放置します。ね、大体15分から20分、30分。ね、まあ15分から20分、これ、そのまま放置しておきます。はい。したらね、ちょっと漬け込むタレをね、作っていきます。まずね、お酢ですね。米酢大さじ2杯。はい、お砂糖大さじ2杯。はい、醤油大さじ1。濃い口醤油大さじ1杯。で、塩ね、一つまみ、ほんのちょっと。小さじで測ろうか、これも。小さじ4分の1程度。まあ、こんなもん。ほんの少々。輪切り唐辛子、ちょっと。まあ、これね、好みで入れてください。花椒ですね。いつも入れてるやつ。これもね、まあ、入れれば、あれば、好みで。唐辛子と花椒を入れるのは、まあ、ちょっとね、あれです。保存を効かせるっていう目的で入れるんですよ。はい。で、これをよく混ぜます。はい。で、これでね、お砂糖の方が溶けたら、ごま油ですね。ごま油を、小さじ1杯。小さじ 1.5。小さじ 1.5 を入れてやります。はい、これで、タレの完成です。もう味の素とかね、まあ今回もまた入れないです。ちょっとね、旨味調味料の方今回も入れずにやりますね。これでも十分美味しいから、まあ足んない、味が一つ足んないなっていう人は鶏ガラスープの素とかをちょっと足してやってもいいですね。うん、今回はこのレシピで。はい、じゃあね、お鍋の方にね、お湯をたっぷり沸かしてやります。で、ワクワクワクリンコって沸いてきたら、このさっきのね、塩漬け、塩でちょっと揉んどいた小松菜、結構水が出ましたよね。はい、まあ、こんな感じでね、約15分から20分、塩でこうやっとくと、これぐらい水が出ると。はい、でこれを、はい、でこれで約10秒ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今度ね、全部入れます。はい、でここから15秒ですね、約15秒でサッとボイルしてください。でこれ火入れすぎちゃうと、食感がね、なくなっちゃうんで、もうほんとサッとでいいですよ、サッと。サッと湯通しですね。
にね、冷たい水でさらしてください。もうね、冷たい氷水、もうこれからね、水が高くなってきたときは、まあ冬とか春先は水道水で十分いいんだけど、ね、これから暖かくなってきたら、この氷使って氷水で一気にね、こう締めてください。これポイントです。氷水で冷えたら、ギュッと絞ってください。ギュギュッと、ギュギュッと絞ります。タレがちょっと薄まっちゃうんで、ここをギュッと絞ってやる。で、これね、ちょっとギュギュッとね、リードペーパーかなんかね、絞ってやって、拭き取ってやって、4センチに切っていきます。はい。で、こんな感じでね、タレに漬け込めば完成。ね、4センチに切って、タレに漬け込んで、これでね、庫内温度5度の冷蔵庫で、そうね、1週間、ね、保存効きます。うん。で、一応食べ頃はね、半日から、2日、3日、2日ぐらい。うん。まあ、2日ぐらいにね、食べてもらうと一番美味しいかなという感じですね。はい。いかがでしょうか。作り置き常備菜。小松菜の、甘酢漬けです。はい。ってことでね、冷蔵庫でこれ半日漬け込みました。はい。小松菜の甘酢漬けをね、盛り付けていきます。春ってことで、こう、皿をね、100円ショップで売ってた、桜のお皿に盛り付けましょう。はい、こんな感じですね。うまそうでーす。いやー、うまそう。はい、それじゃあね、この、小松菜をね、早速いただいてみましょう。うまそうでーす。はい、いただきます。美味しい。いや、これすげえ美味しい。うん、すごい美味しい。ね、なんかシャキシャキ感も残ってるし、この時期にすごくいいんですよ。うん、酢のね、効いた、ね、こういう、ね、レシピ、すごくいいですね。止まんねえな。で、こういうね、小松菜、ね、春の、これから少し暖かくなってきた時に、ちょっと、こう、酢の物欲しいなっていう時に、この、今が旬のこのね、小松菜うまいですね。うん。うん。これね、ほんとおすすめ。すげえおすすめ。うん。なんでね、皆さんもね、ぜひこの小松菜のね、甘酢漬け、中華風甘酢漬け、ね、これぜひね、レシピのレパートリーの一つにね、入れてほしいと思います。すげえうまいんで。ね、これからね、暖かくなってくるときに、すごくいい一品ですよ。ほんと美味しいんで。うん。止まんない。うん。なんでね、皆さんもね、このね、レシピが少し参考になった、ね、美味しそう、作ってみたい、気になる、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価のポチリンコお願いします。また見てねー。